1927年3月23日当時の取付騒ぎ昭和金融恐慌は日本で1927年3月から発生した経済恐慌である。単に金融恐慌とも言う。金融恐慌は本来は抽象的に経済的現象を指す言葉だが日本では特に断らない場合はこの1927年の恐慌を指すことも多い。 1930年からの昭和恐慌とは異なる。日本経済は第一次世界大戦時の公共から一転して1920年に戦後不況に陥って企業や銀行は不良債権を抱えた。また、1923年に発生した関東大震災の処理のための震災手形が膨大な不良債権と化していた。一方で、中小の銀行は 折からの不況を受けて、経営状態が悪化し、社会全般に金融不安が生じていた。1927年3月14日の衆議院予算委員会の中での片岡、直春蔵省が、東京渡辺銀行がとうとう破綻をいたしましたと、出現したことをきっかけとして、金融不安が表面化し、中小銀行を中心として、取り付け騒ぎが発生した。 一旦は収束するものの4月に、鈴木商店が倒産し、その煽りを受けた台湾銀行が休業に追い込まれた、ことから、金融不安が再燃した。これに対して、高橋コレキヨ造は、片面印刷の200円券を臨時に増刷して、現金の供給に手を尽くし、銀行もこれを店頭に積み上げるなどして、不安の解消に努め、金融不安は収まった。 昭和金融強行の原因としては、未熟な金融システムと、経済的危機に正しく対処し得なかった未熟な政策が挙げられる。金融システムの整備が完全ではなかったことから、発生した不良債権の処理が適切になされず、金融不安を起こすに至った。大正期からこれらシステムの不備は認識されていたが、十分な手当がなされる前に強行が発生した。 銀行明治維新規に西洋の経済をモデルとして多くの銀行が設立されたがその中には法六改革における金融交際を資本金として設立されたものが多くあった設立の意図が資金需要に応える経済的理由によらず交際の資金化を動機としたいわば成り行きであったために金融の事情に不安内な,なものが 銀行経営に当たることも多かったと指摘されている。また、資本金が実際に払い込まれていないものも多かったという。日露戦争後には経済が発達し、これに応じるために銀行の設立が推奨された。1890年に改正された銀行条例では、銀行業は一般の式業とみなされ、資本金額の制限が撤廃され、 規制や制限も緩いものであった。この時期、資産家が銀行を設立することや、資金に余裕のある私企業が銀行業を兼業することも行われた。また、特定の企業への融資額を制限する規制条項も撤廃され、融資先が偏る状況を許した。特定企業と結びつきの強い銀行を指して俗に、基幹銀行という、 資産家が豊富な資金を元手に設立したり、私企業の兼業で設立した銀行で、集めた預金を、特定企業の業務遂行に当て、上がった利益で利息支払いをまかなう。資金を特定の企業に集中して融資することから、その企業の業績が悪化した場合には直接銀行、経営が悪影響をこむる。また、貸し出し先企業の不透明な経理の影響をこって、 経営が悪化することもしばしばばあったまた、欧州の銀行が両外省に始まり、産業の発展に伴う金融機能の要求に応えて、銀行業が発達していったのに対し、日本では海外の金融システムをモデルとして、先に銀行が設立されたところから、当初は金融の需要が少なく銀行自身が事業を起こして、需要を作り出す傾向にあった。これも、 特定の企業へ貸し出しが偏る要因となった。27銀行産業構造食産工業策のもとに産業振興が大いに進められたが、大正期に至っても日本経済はその多くをキーとなどの傾向業に追った。製鉄や造船などの重工業も勃興しつつあり、第一次世界大戦中には欧州先進国の産業が衰えたのを、 代替するまでに至ったが、製品の質では未だに一歩譲り、欧州諸国が戦後に産業を回復すると、アジアに獲得した市場を脱回された。これは、戦後の大反動の一因となる。1874年に開業した、鈴木商店は1899年に、台湾の商農の販売権を獲得し、この際に、後藤新平と関係を深め政界にも接近した。 第一次世界大戦期には海外伝報を駆使して戦争の長期化を予測しこれに備えて企業買収や投機を行い多大な利益を上げた業務に必要な資金は銀行特に台湾銀行からの短期的な融資を中心として賄った株式による資金獲得では株主の意向を排除できないことを嫌った金子直吉の方針と言われるがこれが 経営危機において即座に資金難に陥った一員であると言われる。また金子直吉の将軍として経営拡大には手腕を発揮したが不採算な事業を畳むことはできなかったと言われる。一方で経営拡大は日本の産業発展を願う金子の意図に出たものとも言われる。第一次世界大戦1914から1918年に 戦われた第一次世界大戦において、日本の参戦は限定的であり、直接の被害を免れた。一方で当時世界の生産の中心であったヨーロッパが戦場となり、生産や輸出が落ち込み、戦意外の各国が世界の需要を担うこととなった。同時に戦争に供する物資、兵器の需要が高まり、日本からは船舶の供給、 海運業務を中心とする物資、サービスが提供された。この影響でいわゆる船なり金が生まれるなど、日本経済は公共を呈した。この時、明治以来債務国であったものが債権国に転じ、成果が大いに蓄積された。戦争が終結し、戦争特需が終わると反動で不況になることが危惧された。日本においては、日清戦争や、 日露戦争の後の反動不況の経験もあり十分、警戒されたことから、重篤な不況に陥らず、およそ戦後半年で、反動不況から脱した。また、欧州では、戦後の復興のための需要が起こり、これに向けて輸出が行われたし、やはり戦火を直接受けなかった。米国の景気は好調で、これも、相まって景気は拡大し企業、生産に向けての投資も、 盛んに行われたが、その内容はやがて陶器へと変質し、対戦中の公共で資金を蓄えた銀行も、積極的に貸し出しを行って、これを支えた。この時には、株価、地価も上昇した。1920年に入ると経済に変調をきたし3月15日に、東京の株式市場が暴落を見せ、4月には、大阪のマスダビルブローカー銀行が破綻し、 経済的混乱から株式市場、商品市場が暫時閉鎖に追い込まれる事態となった。欧州での生産が回復すると日本の輸出も落ち込み、また7月には米国の景気が後退期に入ったことが明らかとなり、東京を前提に事業を拡大していた企業は一転して不良再建を抱えた。拡大路線を取っていた。 鈴木商店も多大な不良債権を抱えた企業の一つである。振り返ればこの不況は重篤であったが、当時は景気循環の中のありふれたリセッションであると、見誤り不良債権を解消する根本的な対策を怠ったのが、政策上の失敗と考えられている。関東大震災1923年に発生した関東大震災で、東京、 神奈川で被害を受けた企業が振り出していた手形については決済不能となることが危惧され、直ちにモラトリアム例が出され、続けて日銀が手形の再割引を行い、決済困難な手形に流動性を付与することで経済活動の停滞を防ぐべく対応を取った。しかし、持ち込まれた多くの手形の中から震災手形として、 スタンプを押すものを選別する場面において、真に、震災の被害を受けて、当座の支払いに困窮したものは同時に生産手段や、担保となる資産も喪失していることが多く、リスクが大きいとして敬遠された。一方で、被災の程度が軽く安全な物件が優先されたほか、折からの不況や、陶器の失敗で不良債権となった手形は、一応の担保が確保されていることから、 安全な物件とみなされ、これらを再割引の対象として受け入れることがあったと指摘されている。この過程で直接震災に関係ない手形が多数、紛れ込むモラルハザードが発生し、戦後不況に起因する不良再建が根本的な解消を見ることなく残り続けた。また、震災からの復旧に際して海外からの物資輸入が、 増大し為瀬田園の下落を招くとともに在庫が滞留し、これが国内の生産を圧迫して不況に輪をかけた。なお、震災手形による救済策の実施には鈴木商店の金子の働きかけがあったという俗説もあり、日銀特有を台湾銀行の未決済手形の穴埋めに流用する意図であったと言われる。また、 政府もこれを承知で流用を黙認していたとも言われる。震災手形として、再割引した手形の支払い期限は2年とされたが、その内容は前述のように比較的安全なものと、上辺は安全を装っているが実際には、当期の失敗で、もはや回収の見込みのない悪質なものとがあった。1924年3月の受付期限までに、 日銀が割り引いた手形は政府保証額である1億円を超える4億3000万円に達したものの最初の数ヶ月は予想よりも早く決済が進んだしかし徐々に決済が滞るようになり猶予期限が到来する頃には決済の進展がほとんど見られないまま投期で失敗した不良な物件を中心に2億円が未決で残り金融の不安定要因となり 財界の癌とも呼ばれたが、やむなく支払い期限1年延長を2回繰り返し1927年9月まで猶予した。金本位制と為替変動を19世紀半ばから、金本位制による公益体制が確立しつつあり、日本も日清戦争の賠償等として得た金を準備金に当てて1897年に貨幣法を施行し、陛下を 金 0.75g イコール1円と定めて、本格的金本位制を確立した。以後20年は陛下、為替が維持された。第一次大戦が始まると、欧州各国は続々と、金本位制を停止し、1917年に、米国が、金交換の一時停止を発表したのに追随して、日本も事実上金交換を停止し、戦後に、 近本位制へ復帰する機会を伺った。しかし、戦後の大反動の経済混乱の中でその機会を見出せず、関東大震災の後の輸入超過を受けて、それまで概ね陛下を維持していたものが1924年ぐれには40ドルを割り込むまでになった。政府は財界の整理を行い、経済状況を改善することで自然に為替が陛下に戻るように期としたが、 これを先読みした、投機筋により1925年暮れには49ドル近辺まで急騰し、異語乱高下した。戦後発足した、国際連盟の常任理事国にもなり、五大国の一つに数えられるようになったとはいえまだ、日本の経済は小規模であり、打艦を停止資金の裏付けのない通貨、円は半ば金融商品として、投機の対象とされた。 このように為替が不安定で、投機筋の思惑で乱高下することは経済にとって好ましいものではなく、公益業や金融業を中心とする経済界から、為替の安定のために、金融解金を行うことが求められた。また、諸外国は、戦後に続々と、金本位制に復帰し、1922年4月から5月に、かけて開かれたジェノア会議で、 戦後の貨幣経済についてなされた議論の中で日本に対しても金本位制への復帰が求められた。一方で金解禁のためには1920年代の不良再建、そして震災手形を根本的に整理、解消することが前提となり、その処理が大きな課題として突きつけられた。あるいは金解禁を強行すれば、 企業の経営体質も問われることとなり、不健全な企業は自然に淘汰されおのずと不良再建は解消するとの見方もあった。なお、金本位制に復帰するにあたり、大戦後の経済状況に応じたレートで復帰した国もあり、例えばフランスは通貨を1、5に切り下げ、ドイツ、イタリアも陛下を変更した。日本でも関東大震災後の円下落の頃に、 一応の為替安定を見て、経済状況に応じた、新陛下で復帰すべきとの意見もあった。しかし、1919年に、いち早く復帰した、米国や、世界の金融の中心であった英国が1925年に、復帰した際には、戦前の陛下を維持しており、その中にあって、ようやく列強に名を連ねるに至った日本が縁を、切り下げるのは、 国力の低下をあらわにするものであり、国家の威信を損ない、国辱であるという見方から、旧陛下での復帰を望む意見が大勢を占めた。また、陛下は、法律で規定されているところで、特に外交、公益を重視資金解禁に、積極的な憲政会が十分な統制のないままに、法改正に臨めば、議事の混乱を招く、可能性があり。 変更は容易ではないとみなされていた。結局、旧陛下での復帰を施行して為替政策上も、政策金利の調整や、成果幻想の調整で為替を誘導したり、加藤公明内閣の浜口友好増省が、緊縮財政を取るなど経済政策を経て、間接的に誘導する政策が取られた。しかし、緊縮財政が取られ、また円高が維持されたことから輸出が振るわず、 物価が下落し、日本国内の景気は悪化した。政界対象期中期には、県政界と立憲政友会の二大政党があり、後に成立した革新クラブを加えて、五県三派と言われた。1922年に立憲政友会の高橋コレッキヨが計画した内閣改造の内容をめぐって、内部で分裂が生じ、政権獲得を優先する。 常並武次郎らが1924年に成立した、清浦内閣を支持して、立憲声優会を脱倒して、声優本党を打ち立てた。この時、声優本党は最多数となって第一党となったが、朝鮮内閣を支持したことから1924年の総選挙で敗北して、議席を減らし、一方で、立憲声優会は勢いを盛り返した。 清浦内閣が倒れて、五軒三派が加藤公明内閣を立てた後、県政会と立憲政友会の対立、立憲政友会と革新クラブの合同によって、五軒三派が解体されて1925年8月に、県政会単独内閣となると、政友会と声優本島の間で和解の動きが現れ、特に1926年夏の撲裂事件を機に、 その傾向に白車がかかった。同年末には、後藤新平の圧戦で、立憲声優会と声優本党の提携が成立したが、1927年2月に、一転、立憲声優会の政権獲得阻止を図って、憲政会と声優本党の提携が、秘密裏になり、立憲声優会は孤立した。憲政会には、 三菱出身の者が参加し、一方で、立憲政友会は、三井と縁が深く、三井財閥の出身者も参加していた。この点から、特に立憲政友会が、震災関連日法を攻撃することについて三井と、競合する、鈴木商店を実質的に救済する、法律阻止を狙ったとする見方がある。また、震災手形の実態が、 鈴木商店絡みであると把握した財界関係者が与党県政会を攻撃する材料として立憲政友会に情報を流したという俗説がある。県政会と立憲政友会は共に五憲派であり、その他の政党のものと比較すればその政策、主張は掃除していた。第二次五憲運動で普通選挙を実現し、また、 清浦内閣を打倒するまでは一致して協力したが、その目的が達せられると、大きな論点を失い、しかし政権獲得のためには、自党の主張を盛り立てて、支持を集めねばならず、わずかな差異を大きく取り上げ返って対立したと言われる。また、当時は、政党政治における牽政の上道として、内閣が、失勢によって倒れた時は、次に、 野党第一党が内閣を担当する政権交代が監修として行われていた。ここから野党に立った側は、現在の与党の失勢を月政権から追い落として、次の政権を獲得することを、動機の一つとして、与党を攻撃することも行われた。そうした中で、両党の間の政策の際があらわとなった。県政会は恩恵内市協調外交政策をとり、 経済的にも海外との交易を重視した。その基本となる金本位制への復帰を目指し、それを実現するために緊縮財政を施行した。一方の立憲政友会は積極外交政策を取り、中国東北部の権益を守るために、軍事予算の増強を中心とした積極財政を施行した。また、軍事非確保のために借款を行う必要から、 近海金には反対の立場を取った。さらに、1925年、田中義和が、陸軍から政界に転じ政友会総裁に迎えられ、田中に近い鈴木喜三郎や久原房之助なども、入党したが、彼らは、新軍派、国粹主義者に近く、五軒派に対する反感を抱いていた。総裁の権限が強い政友会において田中とその、周辺が、 当の実験を握るようになると、島内の養殖は徐々に、五軒派から新軍派にとって変わられるようになっていった。軍縮帝国海軍はかねてより主力艦の増強と、更新を図る、いわゆる88艦隊計画を推進しており、対戦中に、最初の段階である84艦隊案のもとで、主力艦長門、道の区、加賀、土佐、 天城・赤城屋空母昇格をはじめとする艦艇の建造を開始していた。戦後も続く攻撃機もあって1920年に国防諸要兵力第一次改定の予算が成立し、88艦隊の実現に向けて追加の戦艦、巡洋戦艦を中心とする大規模な艦艇建造に着手した。鈴木商店も需要の細った民間船舶から 嫌韓需要拡大が見込まれる、軍相手の取引へ経営への軸足を移していたが、直後に大反動に見舞われた。やはり景気の後退した米国でも、不況の中で拡大する、軍事予算と他国、中でも、日本の軍拡を問題視して、米国大統領ウォレン・ハーディングが、軍縮会議を提唱し、 復興の負担にあえぐ欧州諸国等も参加して1921年によりワシントン会議が開催された。ここで軍艦の保有、心臓を制限する軍縮条約が結ばれ、その取り決めに沿って帝国海軍の正面装備が削減されることとなり、特に造船分野では心臓の需要が激減した。これに対し政府からは、 造船企業に対して一定の保証金が支払われたが海軍が最も多額の取引を行っていた鈴木商店は取引額を減じてダメージを被った。また鈴木商店参加の神戸成功や関係の深い川崎造船所も受注を減らして業績が悪化した。1924年6月に五県三派連立内閣として 加藤孔明内閣が成立したが、1925年8月に、憲政会単独内閣となった。この内閣は、金海勤を施行し、首相、加藤孔明の旧姓を受けて、翌1926年1月に成立した若月内閣もその方針を引き継いだ。この時憲政会は、少数与党であり、議会運営に困難が予想されたことから、 現状打開のために総選挙に打って出ることを求める意見が党内から上がり若月に対面を降下させるよう取り計らった西園寺もそれを期待しただが若月は選挙をしぶり結局少数与党のままで議会運営に当たることとなった1926年の第51回帝国議会については声優本党の協力を得て乗り切ったが 夏から秋にかけて、僕列事件、続けて、松島遊郭義国の騒動が起きた。僕列事件では、予震中の男女被疑者が抱き合う写真が公開され、世論が騒然となり、司法大臣、江木翼が、暴漢によって、お仏を投げつけられる事件も起きた。司法当局の能力引いては政府の統治能力に、疑義を生じせしめることで、 若月内閣転覆を図った北一騎らの陰謀によると言われる。一方、松島遊閣事件では遊閣の移転をめぐって不動産業者から政治家に運動費が渡されたという疑惑が持ち上がり若月礼次郎が現職の総理大臣でありながら予備審問を受けまた偽証罪で告発されるなど前代未聞の事態となった。これらは 第52回帝国議会冒頭で野党が政府を攻撃する口実となった。1925年9月に大倉大臣となった片岡直春は早期金解禁論者であり、かねてより問題となっていた銀行法改正、不良債権の解消、そしてその多くを抱えた台湾銀行の整理を行って金解禁の条件を整えるべく意欲的に取り組んだ。 具体的には1927年夏頃の金解金を起としていたと後に証言している。不良債権を根本的に処理する、震災手形関係に法を帝国議会に上提するに、際して、あらかじめ野党立憲政友会の田中、吉和総裁と秘密裏に交渉し、協力を取り付けるなど注意を払っていた。ただし、田中は立憲政友会派へ抜きではなく、 また陸軍から正解に転じて間もなく党内の有力者をまとめきれなかった。大倉省は銀行法の改正の準備を行っていた。また、経営の危うい銀行を整理統合すべく経営者に調取を行っていた。東京渡辺銀行もその一つで合わせて4行を合併させて新銀行に編成し直すことが計画されていた。この過程で、 東京渡辺銀行の内情が悪い様も大蔵省は把握しており3月14日に専務が登庁したことについて予断を与えたとも言われる日本経済は1920年の大反動から続く慢性的な不況から抜け出せないでいた交換では1920年1922年 1923年にも取り付け騒ぎが起きるなど金融不安が続いており、その中にあっても震災手形の絡んだ不良債権の存在が不安を煽っていた。中国大陸では1926年7月から紹介席が率いる国民党による北伐が行われ、日本が権益を持っていた満州が脅かされつつあった。 これに対し与党県政会の若月内閣は、恩憲政策を取り、目立った対応を取らなかった。これは、数密院の反感を買い、後に、若月内閣が、直霊発布を図った際に拒絶する原因の一つとなる。1926年12月24日に、召集され、翌25日に、大正天皇が崩御し、交代し、 広ロヒト・が戦争して昭和に改元した。議会は26日に開会し、明けて昭和2年に年が改まったが、政界では、撲裂事件並びに、松島遊郭義国をめぐり混乱が続いていた。一方、経済状況としては、円高、物価下落の不況化にあり、また、1920年の大反動時に生じた、不良再建が、 震災手形に姿を変えて、なおもくすぶり続けていた。同時に、震災手形が、本来の機能を果たさず実は、特定聖書の救済、延命に用いられていると見る向きからは、批判があり、それを許容してきた政府に対しても批判があった。ことに、鈴木商店の放満経営へ多く貸し付けたものが、焦げ付いた台湾銀行が、 多くの震災手形を抱えているとの憶測がなされ、避難の目が向けられ、他にも同様に震災手形を抱え込んだ銀行の経営状況が危ぶまれていた。政府はこれらの震災手形の処理を急ぎ、早期の金解禁を実現する方針を取った。しかし、政府を批判する立憲政友会は、撲裂事件並びに、松島遊惑疑獄の火を鳴らして若月内閣。 弾劾上層案を提出し、対決姿勢を明らかにした。若月首相は、立憲声優会総裁、田中義和と、声優本党総裁、常並武次郎を待ち合いに招き、新帝戦争の折でもあり清掃は避けるべきととき、案に閉会後の退陣を条件として、今後の議会運営について、協力を取り付けた。加えて、片岡が田中に、 自家判して、協力を取り付けるなど条件を整えた上で、1月26日に、来る9月30日が期限となる、震災手形を全額処理するために国債を発行し、10年かけて、召喚する、震災手形関係日法を議会に上提した。当初は、立憲政友会が合意に沿って、内閣弾劾上草案を撤回した上で審議に応じたことから、 法案は3月4日に衆議院で可決成立を見て貴族院に送付された。だがその裏では3党首会談で若月が独断で政敵と妥協し天津さえ全情を訳したことを心よく思わない憲政会の有志が中心となって政権維持を図り声優本党に接近して2月26日に提携がなった。合同して事実上の新党となって 次の組閣の対面を受けることを起とし、仮に、それが叶わないまでも、声優本党が政権を取るように図り、立憲声優会へ政権が移ることを阻止するためで、あった。当然秘密を保つべきものであったが、県政会幹部の不注意から、この提携の存在が露呈した。3月初めに、県本提携が暴露され、その目的が、 政権維持にあるとわかると、立憲政友会は態度を硬下させた。田中は人を介して、片岡に、以後の協力ができない旨を伝え、すでに内閣弾劾上層案を取り下げており、改めて提出することができないことから、それ以後立憲政友会は、震災手形関係日報を、清掃の具として、攻撃に回った。この時、具体的に、 震災手形の内情を把握し、その情報を流して、攻撃材料を提供したのは財界であると言われる。県政会は、当初震災手形関係に法の目的をあくまでも、金融の安全を図るためと説明したが、立憲政友会はかねてから、震災手形に関わる日銀特有が、実質的には特定の政商の救済策として、用いられているという疑惑を指摘し、 これを、製材の癒着と攻撃して、不良債権の具体的内容と金額を示すことを要求した。そして、本法案の目的の実際が、鈴木商店への多額の貸し出しを焦げつかせた、台湾銀行の救済にあり、引いては、鈴木商店を援助することにある旨を明らかにするように迫った。早期の法案成立を目指す、与党憲政会は、 震災手形の内情について少しずつ明らかにし、後には貴族院において秘密懇談会を開いて具体的な内容と法案の趣味を野党側に伝えて法案成立への協力を求めたがこの内情が報道機関に伝わり国民の知るところとなった。かねてから震災手形の内容について台湾銀行が 多くの震災手形を持つこと、そして台湾銀行と鈴木商店の癒着ぶりが交換でも噂されていたが、これが真実とわかり、かつ具体的な不良手形の額として、震災手形2億円強のうち台湾銀行が約1億円で、その7割を鈴木商店関連のものが占めていることが明らかとなり、経済的危機が一層の真実味を持って受け取られ、 円高による景気低迷と相まって不安は一層増した。3月14日、衆議院予算委員会にて審議の始まる直前、当日の決済のための資金繰りに困り果てた、東京渡辺銀行の渡辺六郎線村が午後1時半頃に大倉時間の電まさに陳情し、何らかの救済の手当がなされなければ、本日にも休業を発表せざるを得ないと説明した。 他は、対応を、片岡蔵省に相談すべく、議場に赴いたが審議中で直接会えず、事情を書面にしたためて、片岡蔵省に言いつけた。なお、渡辺専務は、救済を求める意図で陳情したが、大蔵省の側では、従前の調査で内情が悪いことを把握しており、休業の報告に来たものと理解していたという。実際に他は、 予算委員会審議室に向かうに際して、原国同事務次官を渡辺専務に紹介し、銀行休業の前後策につき手続き、等を相談する様に指示している。一方で、東京渡辺銀行は、大蔵省からの助力を得る見込みが立たなかったので、改めて金策に走り、第100銀行から資金を手当てすることに成功して、当日の決済を無事に済ませた。 その胸を大倉省にも電話で伝え、原がその知らせを受けたが、他はすでに議場に赴いており、すぐには伝わらなかった。予算委員会では、野党が震災手形処理方法も絡めて苦境に陥っている、銀行の処理策を問いただし、震災手形を抱える不良銀行や、業績の悪い企業の名を明らかにするように求めた。これに対し、 個々の企業の状況を明かすことは、信用不安につながると危惧した、片岡蔵省は、時間から差し入れられた書面にあった、東京渡辺銀行支払い停止の情報を交え、破綻した銀行については財産を整理して、引き受け先を見つけて統合する手続きを、大臣の責任において、着実に行う、胸の回答にとどめたが、その中で直近の破綻銀行を例示するにあたり、 と発言したここで、あえて具体的に破綻銀行の事例について触れたのは、いたずらに、原理原則論を持って、審議を長引かせることは、対応を遅らせ、このように銀行を破綻に追いやり、状態を悪化させる結果になる、という牽制の意図から出たという指摘がある。一方で、片岡に付き添っていた大倉省文書課長の青木、徳造は、議場から大蔵省に戻って、 東京渡辺銀行の金策がついたという報告を受け、同行に電話をかけて平常通り営業を続けていることを確認した。青木は片岡の発言が誤っていたことを知り、これが報道されるのを防ぐべく、報道差し止めの権限を持つ内務省警報局長の松村義和に掛け合ったが、松村は片岡がそのような発言をした以上はこれを差し止めることは、 できないとして、要請を拒否した。こうして、片岡の東京渡辺銀行破綻発言は翌日、報道された。また、議会でのやりとりを直接伝え聞いた預金者が、修業間際の東京渡辺銀行に殺到し、取り付け騒ぎが起こった。翻って、破綻を宣告された東京渡辺銀行の渡辺六郎専務は、増唱官邸に赴いて、 片岡の発言が間違いないと確認すると笑みを浮かべたというが、移説には、その専務の人柄から言ってそれはありえないとも言われ、片岡もそれには疑問を抱いている。いずれにせよ、東京渡辺銀行の首脳陣は、どうやに姉妹業の赤字貯蓄銀行ともども翌日から、休業することを決定した。依然危機的経営状況を脱しておらず、 相番休業は避けられないところであり、増殖の失言にかこつけて休業し、その責任を転嫁したのだと受け取られている。直後より、未だ経営している銀行について、破綻を宣告し、混乱を招いたことについて、新聞報道は、片岡の発言を、失言と取り上げ、野党も、休業するつもりの銀行が金策に走るのは不自然、などと指摘して、 失言で銀行を破綻に追い込んだと攻撃した。しかし、片岡はあくまでも、14日に、渡辺銀行が休業の報告に来たとする態度を貫き、後に、これを裏付ける同行専務直筆の天末書を示して、事態の収拾を図った。なお、この直筆の天末書についても、事後に、片岡らの意に沿う内容で専務が書かされたのでは、ないかという指摘もあるが、 専務は何も語っていない。一定の規模を持った東京渡辺銀行が突如休業したことが新聞で伝えられると金融不安が広まり、関東を中心に取り付け騒ぎが起こった。当初は震災手形を多く所有していると目された銀行が取り付けにあい、次第に関西にも飛び火して中井銀行、ソーダ銀行、84銀行、中沢銀行、 村井銀行が休業を余儀なくされた。これに対し、日銀が21日より、非常貸し出しを実施して沈静化に努めた。一方で、野党側は、片岡の責任を問い、国会は紛糾して、乱闘騒ぎにまで発展するが、震災手形関係にポー自体は、 台湾銀行の整理という付帯決議をつけて23日に貴族院で可決され事態は沈静化した。そして26日に帝国議会は閉会した。3月の取り付け騒ぎは収まったものの、依然として台湾銀行が多くの震災手形を抱え、その他にも経営が危うい銀行が多いことに変わりはなかった。大銀はかねてから、 鈴木商店に多額の貸し付けを行っており、1920年の大反動で鈴木商店の経営が悪化した際に不良債権と貸した。震災手形の形で当座の資金を獲得することに成功したが、その決済は滞った。とはいえ、大銀は政府の責任で設立された特殊銀行であり、これが破綻することは、 日本政府の対外的な信用にも関わる重大問題であった。実際にこれまでも大銀が苦境に陥るつど政府が大蔵省の資金を融通するなどして救済することが繰り返されており今回についても破綻させることはありえないというのが大方の見方であった。鈴木商店を取り仕切った金子もそれを見越して大銀と 鈴木商店との間に深い関係を築き上げたとも言われる。また、一時期は密よも量がする、取引高を記録した鈴木の規模からして、これを倒産させることにでもなれば、多数の取引先企業や鈴木に再建を持つ、中小銀行を多数巻き込み、日本経済に多大な悪影響を及ぼすから、政府も整理断行に踏み切らず、 大銀ともども救済するより他にないというのが金子の期待するところであった。そして実際に震災手形関係日法が成立したことで政府の責任で未決済の震災手形に国債を当てがって穴埋めをし最終的にその付けを納税者に回すことが決まった。これにより大銀も鈴木商店も一息つける状況となりその面では 金子の予想通りの展開となった。しかし、震災手形関係日報に基づく保証が実施されるのを前に、国会審議の中で、大銀が未決済であった2億円余りの、震災手形の約半分に上る1億円強の債務を抱え、また、鈴木商店への貸し出しが多額であることが明らかになった上、震災手形関係日報にことさら、 台湾銀行の整理という不対決議が加えられたことで、大銀の経営に対する不安が拡大し、コール資金が引き上げられ、資金繰りが悪化した。一方で、鈴木商店からも資金が引き上げられ、これを補う資金の融通を台湾銀行に求めたことから、さらに同行の経営は圧迫された。大銀は3月26日にやむなく、鈴木商店との絶縁を決意し、 27日に、囲碁新規の融資をしない、と伝えた。大銀が絶縁に踏み切ったのは、政府から救済の意図がなないに示されたからだとも、言われる。ことに、議会の討論の中に、鈴木商店を倒産させても、大銀は維持するとほのめかすものがあったことを、根拠としたという。しかし、大銀と鈴木の絶縁の情報が4月1日に、 報道されると預金者に同様が走り取り付け騒ぎが起き、4月5日に鈴木商店は新規取引の停止を発表し、事実上休業した。この時点で大銀は鈴木商店に3億5000万円の融資をしており、それが焦げつくとなれば早番大銀は破綻すると見た。各行は一斉にコール市場から融資を引き上げ、また大銀に持っていた債券の回収にかかった。 コール資金に大きく依拠していた大銀は即座に行き詰まり、日本政府に救済を要請した。政府は日本銀行に対して、大銀への日銀特有を行うように促した。日銀はそれまでの銀行救済に際して、都度特有に応じてきたが、大銀については、規模が大きいこともあり、保証の裏付けのある法律によらなければ、融通はできないとした。 すでに帝国議会は閉会していたので政府は憲法70条の規定に基づき法律に変えて緊急直令間発を図ったが数密院はこれを憲法違反と断じ17日に否決した数密院顧問らが経済的危急の事態であるという認識がなかったとも言われるがこの動きにはしで原喜重郎外務大臣の外交政策に強い反感を抱く伊藤美洋 平沼喜一郎といった有力な数密顧問官らが立憲政友会と通じて東閣に動いた陰謀があった。この責任を取る形で若月内閣は4月20日に総辞職し、組閣の対名が立憲政友会の田中義一に下った。一方で日銀からの特有を得られなかった大銀は18日に内地及び海外の支店を占めると発表した。特殊銀行であり、 政府が何らかの救済を行うと見られていたにも、かかわらず結局休業してしまったことで、全国各地に動揺が走り、取り付け騒ぎは拡大した。18から19日、大阪の有力業である、大見銀行、泉明銀行が、相次いで休業したほか、カモ銀行、アシナ銀行も休業を発表した。20日には、西エ原銀行、広島産業銀行が休業。 そして二十一日には、東京の大手業であった十五銀行までもが、休業した。十五銀行は、家族からの出資を仰ぎ、また区内省の会計を担当する御用銀行として、庶民がここに口座を開かせていただき、お金させていただけるだけでも、光栄と誉れ高く、ここが休業するくらいなら、他の銀行も等に休業していると言われるほどに高い、信用を得ていた。しかし、 その内情は、従前九州合併した銀行が抱えていた、松方系企業の再建が焦げ付き、不良債権と化したことから休業に至った。一連の混乱の中で、日銀は、非常貸し出しを続けて、現金の供給に努めたが、貸し出し規模が、前代未聞の額に上り、ついに紙幣の在庫がそこを突きかける事態に追い込まれた。すでに発行を終了して、 回収済みの古い紙幣や劣化して使用に耐えられないとして回収した紙幣までも放出したがなお不足しついには各銀行からの現金払い出し要請に対して出金を渋るようになったこの間祖閣の対面を受けた立憲政友会総裁の田中義和は 高橋惚歴を大倉大臣に任命して21日に組閣し、金融強行の解決を図った。高橋は、全国でモラトリアムを実施すべく、憲法8条の規定により、緊急直令の間発を諮問し、数密院も今時は態度を変えて、直令間発を容認した。また、モラトリアムの工事から施行までの手続きには2日間を要するとみて、 手形交換処理事長を兼ねる三井銀行の池田、茂明と銀行集会所会長を務める三菱銀行の串田、万蔵を通じて全国の銀行に対し4月22日と23日の2日間の一斉休業を要請し銀行側はこれに応じた同時に現金の供給に全力を尽くし片面だけ印刷集らが白い急増の200円札の 様式を急遽制定して500万枚以上すらせ、銀行休業日にとどまらず日曜日である24日にも銀行に届けた。銀行は潤沢に供給された現金を店頭に積み、支払いに滞りが生じないことをアピールした。25日から500円以上の支払いを猶予する、モラトリアムを施行して銀行を開き、取り付けに来た人は店頭に積まれた現金を見て、 安心したという。加えて、3週間のモラトリアム期間が終了する5月12日までに、追加の200円券を750万枚吸って、銀行に届け、モラトリアム終了後も混乱なく、金融強行を沈静化させた。休業した銀行は、そのまま他の銀行に救済合併されるものと整理後に、営業を再開したものとがあったが、預金の額は削減された。 一般的な強行に対して、個人の金融に対する不安から取り付け騒ぎが起きたが、産業そのものが壊滅には至らなかった点が得意であると言われる。前述のように金融システムの不備と危機への対処を誤った点でバブル景気との類似点を挙げることがある。この取り付け騒ぎに国民は小さな銀行に預金を預けていては危ないと考え、 財閥系などの大銀行に対して、預金を預けるようになった。そのため、大銀行に預金が集中するようになり、財閥の力はさらに強大化した。経済的混乱を受けて、金解金は延期された。正解では、県本定刑から6月に、本格的に、立憲民政党が発足した。ありがとうございます。